カターレ富山は10周年記念のユニフォーム、そして福島はこのピンク桃をイメージしているという特別な夏のユニフォームで戦いました。この試合前半の14分、富山の先制シーン、佐々木陽次からのボールを斉藤がニアサイド決めていきました。幸先いいスタートになりました、カターレ富山。その3分後、17分です。セットプレーの早いリスタートから八木下、今季初スタメン期待に応える2点目となりますゴール、八木下にとっては今季の初ゴールになりました。非常に落ち着いてシュートも決めました。さあ、そして38分です。セットプレーから差し波のボール、八木下ドンピシャリ、これが今日の2点目、チームとしては3点目。前半の38分でカターレは3点をリードしたという試合になりました。優位にこの後も試合を進めていくということになります。エンドが変わって後半52分です。ずっと福島が攻め続けている時間帯の中で、記録としてはオウンゴールになりました。福島が1点を返します。この後も福島攻め続けるということになりますが、58分、フリーキックから八木下、3点目なりません。まあ、しかしこういったプレーもありましたが、八木下リードしてからはディフェンダーらしい守りの部分でもいいところを見せました。